ディスプレイシステム開発部の紫伯淳です。車のディスプレイ開発をしています。 OEM は常に安心安全を考慮したモビリティの開発に取り組んでいます。矢崎は安心安全にプラスして生成 AI を活用した技術開発に取り組んでおり、移動中の快適な空間や時間を提供できるソリューションを開発しています。今までの音声操作はパターンから外れた言葉では機器が理解できず操作ができませんなどの回答をしていましたが、展示モックでは AI を用いることで柔軟な対応を可能にしています。明日の天気は？明日は晴れ、出かけるのにいい日だね。何をしようか考えるのが楽しみ。どっか行く？はい、私たちどこかへ行きましょう。お楽しみが待っています。また人間のようなコミュニケーションや判断能力を持ち、車両機器の操作だけでなくドライバーと自然な対話や走行シーンを判断してエージェントからドライバーに話しかけるなど人間らしさを感じる制御ソフトになります。ちょっと暑いよね。そうだね、エアコンで涼しくしてあげるよ。温度下げて。了解、エアコンの温度を下げますね。快適になるかな。矢崎はモビリティのインフラシステムサプライヤーとして、AI の柔軟な対応と自然なコミュニケーションによるストレスのない快適な移動空間を提供します。体験用モックをご用意しておりますので、ぜひブースにてご体感ください。コネクトトゥーザフューチャー、矢崎。